元彦知事の話がいろいろとね、毎日、連日、問題になって、百条委員会も控えてるわけですよね。二人亡くなってるわけで、二人自殺なんですよね。オリックス、阪神優勝パレードの担当で自殺した課長に対して、絶対に不正に手を染めるような人間ではない。この先もし疑惑の濡れ衣を着せられたなされる事態になったら絶対許せないと友人は言っている。まあ、濡れ衣を着せようとしてたんでしょうね。でもね、神戸市内医療チームがバスに乗って行われた優勝パレードにかかった運営費は5億円余り。県は当初すべて寄付で賄おうとした、クラウドファンディングでね、賄おうとした。しかしパレードの2週間前まで総額の1割程度しか集まってない。ちょっと5000万ぐらいだったって話ね。資金集めに苦労していたところが、その後2週間で4億円余りの寄付が集まった。そこで疑惑が出たのが、資金の還流疑惑。キックバックですよね。中小企業に対し無利子無担保で貸し付けを行うように、地元の金融機関に働きかけ、貸し付け金の企業を数に応じて、金融機関に対し補助金を支給、その補助金を増額する代わりにパレードの開催資金を金融機関に寄付させたのではないかというもの。これなるほどなっていうふうに思ったのがですね、さ、当初はその予算は各金融機関が抱えている融資先のうち、これまで支援されてこなかった企業だけって言ったので1億円の予算が出てたと。で、知事が一旦それを承諾した。しかし片山副知事はそんなんじゃ足らんって話、鶴の一声が出た。すでに支援した企業も入れろと。これだからすごい発想だなっていうふうに思うんですよね。前年度8億円だったんですよ、ここの資金って。だから8億円ぐらいの会社は絶対にあるの知ってるわけじゃないですか、片山さんは。だから金足んないんだったら、じゃあ前年度も入れろと。前年度のもうすでに支援してる会社も入れようぜって話、入れろよと。そうすれば金作れっからっていう話で、企業が1000社から4000社に4倍に増えた。だから4億円に跳ね上がった。強引なスキームですけどね。何のひねりもないけど。補助金との因果関係は明らかになってないが、片山知事が補助金の増額に関する指示を出した翌日以降を、県内にある11の信用金庫が続々とパレードの開催資金を寄付していると。そして無事賄えたって話でしょ。これだからどう考えたって僕は黒だろうなと思うんだけどな。調べればすぐ分かんじゃないですかと思いますけどね。そして一連の流れを把握している可能性がある元課長は命を落とした自らね、真相解明に暗い影を落としていると。だからそういうことに対してなんか調べくれるわけですよね、斉藤元彦さんはね。まあね、当然ですけどね。それを告発した渡瀬局長に関しても嘘800、公務員として失格などと、公益通報保護の対象にはならないって言って吊るし上げたと思うんですよね。追い詰めていった。プライベート晒すぞと自殺に追い込んだって話、ひどい話ですよ。反社ですよ、やり方は。斉藤元彦さんは多くの県民を負託していると、負託を受けている。県職員との信頼関係を再構築し、県政を立て直す、県政を前に動かすって言ってるんですよね。まあ側近って言われた牛タンクラブの人たち、片山副知事はじめ、片山副知事はもうなんか泣きながらね、もうやめると、自分が支えられなくなったと言って、いち早く抜けました、逃げました。小橋弘和さん理事ね、その人もいや体調悪くなったと、うつ病になったと、ダメだと、仕事できない、降格してくれと、また去った。そして猪本さんも体調不良つって休んでると出てこないと。一人しかいないんですよ、原田浩二さん。でもこの人は警察から今、警察から任意の事情聴取を受けてるんですよね。だからまああまり身動きができない。まあ事実上県政を前に動かすって無理なんですよ。そしていろんな人たち、数々の市長、他の市長さんとかね、そういう、町長さんとか、そういう人たちからも、もうやめた方がいいんじゃないかと。なんだったら支援してたね、
維新の会も8号外し始めた。もうやめた方がいいんじゃないかと。まあそれはそうですね。維新の会にまでこれは飛んできますからね、火の粉がね。維新の会も相当やばいことしてましたからね、あの局長に対してね、私局長に対して、ね、追い詰めたのは維新の会の議員だっていうところがあるの でそこでもちょっと気になるのはここですかね。やっぱり兵庫県南海トラフ地震臨時情報を受けて会見、冷静な対応と斉藤さんが言って、多段階トラフが起きた場合、兵庫県は最悪のケース2万9000人以上が死亡するって言われてるわけですよ。そして兵庫県ったらもう当然ね、あの阪神淡路大震災をやってるんですよね。斉藤さんはその時期いなかったんですよね、兵庫にね。だから震災は実際受けてないんですよね。この兵庫出身ではあるけど、その時は高校生の時だったのかな、この人が。でも別の高校、あの兵庫県じゃない高校行ってたから、ね、そこで全寮制だったんで分からないと。で、一番最初に、それの、その阪神淡路大震災の、なんか理事みたいなことだったら、伊沖部さんって言うんでしたっけ？その亡くなっちゃったんですよね。それもなんか、それも斉藤知事、まあ要は片山副知事と一緒に、伊沖部さんを理事から外したってやつですよね。阪神淡路震災から来年で30年となるのに亡くなられた。だから第一人者ですよ、あの伊沖部さんっていうのは。阪神淡路大震災、そこの橋も外したっていうのも告発の文の中にはそれがショックで、亡くなったって、まあそれはちょっと飛躍しすぎてる部分もあるんだけど、まあでも橋も外したのはあの間違いないわけですよね、斉藤知事がね。でまあその今こういう状況じゃないですか。危ないと思いますよ、あの兵庫県は震災来たら、大パニックになると思います。今乗り切れますかねと思うんですよね、斉藤知事の元で大震災が来たら、南海トラフが来たら。多分みんなの個人個人ではいろいろやると思うんですし、各自治体がいろいろやるとは思うんだけど、そもそもがそのトップがね、その県政がストップしてる状況ですよ。そんな中で大災害が来たらって思うと恐ろしいですね。だからそこも含めてもう少し真剣にここは考えた方がいいんじゃないですかと思います。多分今は本当に来る可能性があるのでですね、九州の方を見たら分かるけど、目も当てられない状態になると思いますよ。これ斉藤さんが知事の間に大震災が来たらと、南海トラフが来たらと思うと、そこもちょっと真剣に考えた方がいいんじゃないのかな。